夜れば、にゃませよ。もごもご意味だ。じゃあ、皆さんが、韓国旅行に来ました。そこで、予約したホテルに来ました。じゃあ、ホテルで、皆さんが、韓国語で、えー、予約した里ですと、言いたいときに、どうしたらいいんでしょうか。で、また、皆さんが、韓国のコンビニに来ました。 コンビニで皆さんが何か物を買って支払いするときに、現金ですって言いたいときに、皆さんはどうしたらいいでしょうかえー、韓国は最近キャッシュレスがだいぶ進んでいて、現金を使うことがだいぶ少なくなってますよね。じゃあ、こういったときに使う表現、今日ちょっとやってみたいと思います。じゃあ、一旦今日からは、インニカというテスカじゃなくて、日本語のテスをちょっと見てみましょう。初めてですね。じゃあ、 韓国ではですは、いんにだと言います。読んでみましょう。いんにだ。いん以前お話ししましたが、いん、みに聞こえてもいいですよ。あの、そんなの気にしないで、まずは喋るのが大事です。読んでみましょう。いんにだ。いんにだ。いん じゃあ、どうですかわかりましたかそうしたら、まず単語を見て、後でこれと組み合わせしてみましょう。ちなみに、最後に、この点というところは、日本語では丸を書きますが、韓国では本当に点を書きます。理由としては、ハングル文字では丸があるからですよ。混乱を防ぐために、韓国は点ですね。これも覚えてくださいね。じゃあ、では、一旦まず単語を見て、この意味だと組み合わせをしてみましょう。じゃあ、現金。 じゃあ、現金は韓国語で、ヒョングン。ヒなんですね。現金はヒョと言います。ここまで大丈夫でしょうかじゃあ、2番目、カード読んでみましょう。カタカナ語なので、日本語と一緒です。カドゥ。カドカード じゃあ、ここで皆さんが覚えてほしいのは最後のドゥですよね。これドゥではなくて、ドゥですよ。ドゥ、ドゥ。口をうーする感じでしたね。で、これ、あの、最後伸ばさなくていいんですけど、口をうーする感覚でカ、カドカドじゃあ、ここまで大丈夫でしょうか。じゃあ、韓国語で旅行は何と言うんでしょうか。旅行は、予変。予変。予変。 と言います。ちょっと発音しづらいかもしれませんが、予変と言いますよ。覚えてください。予変。じゃあ、友達は何と言うんでしょうか。友達は、チング。チング。チング。最初に風が入ります。チング。チング。まあ、聞いたことはあると思いますので、覚えやすいでしょう。 じゃあこれが今日の大事な表現ですかね。予約したという意味なんですね。予約したと言ったら、「家やかん」。「家やかん」。じゃあ読んでみましょう。「家やかん」。「家やかん」やかん。ここで はンなのえやカンなのとか、また思っている方は、えー、どっちでも大丈夫ですよ。なので、えやカンでも、えやカンでも、英語の場合も、何か早く言ってしまったら、えー、ちょっと前の文字と後ろの文字が干渉する傾向がありますが、えー、ここでもう私は他の教科書でハングルをちょっと見たことがあるという方は、レンゴン化というのを気にしていると思いますが、ちなみに韓国人はあまりレンゴン化気にしないんですよ。なので、普通に、えー、 ちょっとあの、韓国語の自由という、その流れに乗ってみてください。これどうやって公式で考えるんじゃなくて、普通に言ってみてください。予かんと言ってもいいし、予約班っても言ってもいいですよ。どちらでも大丈夫ですよ。じゃあその後、韓国行ってみましょう。韓国韓国。韓国。韓国は韓国と言います。ここまで大丈夫でしょうか じゃあ、日本を読んでみましょう。日本。日本。日本。韓国では日本は日本と言いますよ。日本。日本。じゃあ、ここまで大丈夫でしたら、最後の単語見ていきましょう。人。なんて言うんでしょうか。サラム必ず最後に口を閉じてください。部が来てるんじゃないんですか。読んでみましょう。サラムサラム ここでポイントは最後に口を閉じることです。口を開けてしまうと、サランといって愛に聞こえるんですよ。愛してるの愛に。なので必ず口を閉じてください。サラン。サラン。じゃあ、ここまでできましたら文章で練習してみましょう。현금입니다。현금입니다。どういった意味でしょうか現金ですって意味なんですね。현금입니다。

じゃあ続きいきたいと思いますが、その前にこれをちょっと皆さん聞いてください。英語と韓国語は分かち書き、つまりスペースがあるんですよ。とういうことだと言ったら、I love you という時に間が離れているの分かりますか で、韓国も、例えば、などクロケ線がけよ、と言ったら、えー、私もそう思いますって意味なんですが、これも、間と間にスペースが入っているの分かりますね。えー、私たち、また英語は漢字を使わないから、えー、文字をずーっとくっつけて書くと読みづらいし分か,り分かりづらいんですよ。なのでこうやって話して書きますが、えー、日本はその代わりに移動を使う傾向があります。じゃあどういうことだと言ったら、 のののの机の引き出しの中のへそくりじゃあ、こうやって漢字が並んでしまうと皆さんも読みづらいですね。で、その時にこうやってどう入れることが必ずではないけどできるということなんですよね。え、日本はスペースはなかなか使わない。こうやってうを使ってそのスペースの代わりに使っています。言いたいのは日本語でどう言う時に韓国語で何と言うんでしょう。気にしなくていいですよ。つまりうのところを省略したらいいです。じゃあ今 じゃあ、韓国、チング、イミダ。という表現、皆さんが使いたいときには、韓国、チング、イミダ。意味、これは何でしょうか韓国、チング、イミダ。 これは韓国の友達です。じゃあ、この時にこのどを入れる時に皆さんが省略してもいいとことなんですよ。韓国チングイミダ。こんな感じで言ってくれたらいいです。もともと日本のこのう自体が意味がない言葉なので皆さんも省略したらいいです。じゃあ、これはどうでしょうか。日本カ,カードイミダ。これは日本のカードです。 じゃ、この時にも、え、脳を入れて、皆さんは、え、スペースみたいな感覚で使ってるので、韓国語で言う時には、これは使わなくていいです。日本、カード、イミダ。日本のカードです。ですよね。たまに、皆さんが向こうに行って、カード決済をするときに、えー、海外のカードと言わないと、えー、端末が違うとう場合もありますので、これもちょっと覚えてくださいね。日本、カードです、イミダ。 最後、これはどうでしょうか夜間、サラミミダ。予約した人です。じゃあ、これはホテルとか、また食堂とか、皆さんが予約した時に使えそうですよね。読んでみましょう。夜間、サラミミダ。夜サラミミじゃあ、こうなりますと、さっきの話に戻りましょう。予約した砂糖ですって韓国語では、 家やかん、里いみだ。と言ったらいいでしょう。家やかん、里いみだ。おー、皆さん、ホテル行って言えそうですよね。じゃあ、その後、皆さんがコンビニ行って、現金で支払いしたいときには、ヒョングみみだ。ひょんぐみみだ。と言ってくれたらいいですよね。じゃあ、これでどうですか韓国語旅行行行ったときに、ちょっとできそうな自信がつきましたかじゃあ、今日はここまでです。いつものように、 ブログで教科書のダウンロードができますので、これも活用して、えー、インミダ使ってみてください。少しずつ韓国語が伸びていくのって楽しいですよね。じゃあ、今日はここまでです。来週もインミダを少し練習してみましょう。今日も聞いてくれて、ちんちゃちんちゃこまわよ。여러분、あんにょーん。